ルクレティアの遺体を抱きかかえるルキウスユニウスブルトゥス、シェーンブルン宮殿、ウィーンルクレティウス氏族は、共和制ローマの有名な氏族である。もともとは、パトリキ出身ではあるが、徐々に、プレブスも取り込んでいった。ルクレティウス氏族は最も古い氏族の一つで、氏族の娘が、王政ローマ第二代の王沼ポンピリウスの妻となっている。紀元前五百九年、共和制の最初の年に、 氏族から初の執政官、スプリウス・ルクレティウス・トリキピティヌスを出したパトリキの、ルクレティウス氏族は、個人名として、ティトゥス、スプリウス、ルキウス、そして、プブリウスを好んだ。他には、ホストスを名乗った数少ない氏族の一つであり、ウェルギニウス氏族の好んだオピッテルを名乗る者もいた。プレブス系の族では、ルキウス、マルクス、スプリウス、そして、 クイントゥスを名乗る者が多かった。他に、ガイウス、グナエウス、ティトゥスといった名も見られるパトリキ系の仮名は、ただ一つ、トリキピティヌス家である。プレブス系には、ガルス家、オフェ、ラ家、ウェスピッド家が知られる。カルス家からは、紀元前一世紀に、詩人のルクレティウスを出した。他に家族名のない一族出身者も、少数いる。この記事には現在パブリックドメインである次の、 出版物からのテキストが含まれている、ラムジー・ウィリアム・ルクレツアイ・シークエンス、イン・スミス・ウィリアム・ディクショナリー・オブ・グリーック・アンドロマン・バイオグラフィー・アンド・ミソロジーに P828 ありがとうございます。